川北町、手っ取り川右岸の桜並木川北大橋川北町は石川県の南西に位置し、東西に細長い町である。金沢市への通勤率は19.0%。手っ取り川北岸に位置する町で、これが町名の由来となっている。金沢平野に属しており、平坦な地形が多く、宅地以外では大部分が水田に利用されている。 手っ取り川の度重なる氾濫が古くから続き、氾濫の影響が少ない小高い丘に集落を形成してきた。そのため、川北城には島がついた町名が残されている。昭和30年頃の昭和の大合併では、川北村を三分割して、東部の中島地区を剣町へ、中央部の川北地区を松東町へ、 西部の立花地区を三河町へそれぞれ合併する計画があったが、町員直前になって、当時の村長が公員と共に失踪する事件があり、分割合併が中止になった。また、平成の大合併でも、同町の兆しが当初から見られないこともあり、値上がり町、寺井町、辰野口町で発足させた合併協議会に後から参加し、早々に撤退した経緯もある。 平成18年時点では増加率が県内では最も高く特に年少人口が県内で唯一の増加傾向となっている。川北町役場、手っ取り川の豊富な伏流水を利用する電子部品工場が立地している。町の財政もこれらの企業からの税収により成り立っている。その他、古くから旧国道8号線沿いの手っ取り川付近に採石業者が林立し、 同業者組合の運営する骨材会館が町役場近くにある。主な事業所、編集、町内にあるプラント産川北店と山岸川北店の2店舗で商業施設の売り場面積の99%以上を占めている。特産品として、一軸、椎茸、加賀眼ピガミ、チビールがある。警察石川県警察の未警察署が管轄する。 消防白山の野々市広域消防本部が管轄する。医療機関川北町内には病院がない。南加賀医療圏における中核医療機関は国民健康保険小松市民病院である。川北町は公立マットを石川中央病院の運営にも参加している。郵便局集配は辰野口郵便局が担当する。上水道下水道ごみ処理白山の野々市。 広域事務組合が担当する。電話 NTT 西日本金沢支店が管轄する。中学校、編集小学校、編集2013年北国大花火、川北大会日本最大級の高さ45メートルのかがり火を使った手っ取りの火祭りが開催される。また、同時に日尺玉が打ち上げられる、石川県最大規模となる、北国大花火川北大会が開催される。 手っ取り川の河川敷に設けられた特設ステージでは、豊作の祈りを込めた虫送り太鼓や先人の遺徳とご霊を慰める送り火、地域を起こしの一環として生まれた手っ取り交流太鼓などが次々と披露される。ありがとうございます。